レインボーベルは、かつて旧越フェリーに就航していた大型フェリーである。レインボーベル型の一番線として、1996年、三菱重工業下関造船所で竣工船名は、博多と直越を、日本海側で結んだ功績を虹になぞらえた、レインボーと希望へのスタートをイメージする鐘を表す、ベルを合わせ希望への架け橋となることを意味した。 1996年に、直越博多に就航。続いて就航した2番線のレインボーラブと共に、直越博多航路に毎日運航で就航していたが、1998年9月1日から、室蘭直越博多航路での運航となり、確実運航となった。2001年には低金利で安価な費用で建造された。 新造船、ニューレインボーラブ型を就航させ、戦火の高騰した時期に建造され過剰な設備が問題となっていた、本船系の売却域で経営改善を図る方針となり、引退、その後室蘭港等に停泊されたものの売却が早期に成立せず東日本フェリー倒産の一員となった。2004年3月にマリンエキスプレスに売却され、フェリーかとし、 同年10月には、宮崎カーフェリーに移籍したが、2006年4月に、航路廃止となり引退。同年11月に、ギリシャのヘレニックシーウェイズに売却され、アリアドネに改名。煙突広報への客室ハウス増設や、ライフボート像、はじめなど大幅な改造を受け、ピレウス・ヒオス島・ミティリーに航路等に就航し、アネック・ライミア・アルジェリー・フェアリーズへの要請も行われた。 アリアドニ2018年事件では、イタリアのティレニアラインに要選されナポリ、カリアリ航路に就航している。フェリーヒムカ時代には、映画、リミット・オブ・ラブ・ウミザルの撮影に使用されている。詳細はウミザル映画2作目を参照。ワーキ、ユリと、ほぼ同型だが、旅客定員が半減され、パブリックスペースが拡大された。船体は6層構造で、A、 F デッキと呼称されており、A、C デッキが旅客区画、D、F デッキが車両を搭載区画となっている。指揮官は、東日本フェリーグループで最長となる 901km に、及ぶ航路を2隻で運航すべく従来の12、シリンダー17,800馬力から14、シリンダー23,100馬力に増やしスピードアップを、 測り所要時間21時間を実現した。日本海の厳しい環境に耐えるべく実戦でのシーマージン解析で、上り下りの差を10%以上と大きく取り交点に耐えられるようにしたほか波浪衝撃を和らげるべく、選手から船体中央部までなだらかな丸みを持った、局面にし衝撃を緩和。強風下での操船を可能とするため、 ハーキーより同様の国内最大のサイドスラスター3機を装備し選手は1機17.5トンのものを2機搭載し35トンの横水力が出せるようにした。船体はイメージ一新を図るべくフランスのデザイナージョエル・ブリティッシュによりデザインされ選手部から居住区全端壁にかけ外反の高さを上げくさび型としファンネルをアーチ状にし鮮明の レインボーのイメージを強調させ流れるようなヨーロッパ調のものとなっている。また、これまでの東日本フェリーの船体ペイントが赤、オレンジ、黄色のラインをブリッジ下部から喫水線上まで斜めに引き線尾まで喫水線に沿った平行線をとっていたのに対し本線は同色をブリッジ下から線尾まで全て喫水線と平行な線を引くデザインにし ファンネルにもアーチ状に惹かれた。客室は、グレードの高い個室を多く取り一人あたりのスペースを、十分にしたため従来型の700名から350名と、半分にし、特等は、ダブルツインの2種の洋室と、和室、1等室、2等和室の定員数削減、2等寝台の廃止を実施。公室には、ファンネルカバー内に陽光を浴びくつろげる公園。 サニーガーデン、螺旋階段のついた、広く高級感のある、エントランスホール、選出後方にサブエントランスホール、マリンシアター、カラオケ、サウナジャグジー付き展望浴場、アスレチック室など、グレードアップした設備を整えた。座席室には、ギリシャの島にちなんだ命名が行われている。ありがとうございます。